元カノと親と親の知り合いと自分で山に行った時の話。親と自分は霊感があるため基本嫌なところは避けて通る人間だ。元カノが山に行きたいと言い親に話をしたら、来週にでも行くから行こうかという話に、あまり自分は乗り気ではなかった。その山で霊に追われたり崖から落ち死ねばよかったのにとはっきり聞こえたため、基本行くのは嫌だった。親は行き慣れているので大丈夫らしい。いつも行くところは小さな滝みたいなものがあり、自然のプールみたいなところがある場所だ。楽しい場所だが、何かあるとすぐに分かり辺りを見渡す。崖の方に小さな墓石らしきものがあった。しかし一人じゃないから気にはしていたが、恐怖心はなかった。夜になる前にご飯を食べ、親たちはテント、自分たちは車で寝ることに。彼女がトイレに行きたいと言い出した。しかしここは山、すべてがトイレみたいなもの。真っ暗だから車のライトをつけることに。その時に異変に気づく。誰かがいる。目の前数メートルで崖。怖くなり早急に寝ることに。しかし恐怖は続く。夏場なので車の中はひどく暑い。ドアを開けた。少し開けて上を向いたら、ドアと車の少しの空間に坊主頭の男性が暗闇から私を睨みつけている。少しの間時間が止まった。慌ててドアを閉めた。あまりの近さに言葉を失い、声を出すことができなかった。次の瞬間に車を揺らされ車を叩かれていた。気がついたら朝だった。未だにあの顔を忘れられずにいます。